ヤドビガヤギエロンカは、ブランデンブルク先帝公、ヨアヒム2世、ヘクトルの2番目の妻。ドイツ語名は、ヘイトビヒフォンポーレン。ポーランド王、ジグムンと一世と、その最初の日で、ハンガリー貴族出身のバルバラザーポリャの間の、長女として生まれた。母方のおじに、ハンガリーの対立をサポヤイアーノ種がいる。ヤドビガは1526年。 スウェーデン王グスタフ一世の再婚相手になるよう打診されたが、グスタフ一世が国家宗教をカトリックからプロテスタントに変更したことを聞いた父、ジグムント一世は娘を嫁がせるのを拒んだ。ただし、イボイモとカタジナは、グスタフ一世の息子ヨハン三世に嫁いで、スウェーデン王妃となった。ヤドビガは1535年の夏、ブランデンブルク選定校。 ヨアヒム二世ヘクトルと結婚した。結婚に際し、ヨアヒム二世は、ヤドビガの父ジグムーンと一世に対して、ヤドビガをプロテスタントに回収させないことを誓い、また、ヤドビガに、ルピーン・ハクリョウとアルトルピーン及びノイルピーンの二都市を、与えた。ヨアヒム二世の繊細マグダレーネ・ホンザクセンは、ヤドビガの重視だった。1555年に資料養生館の床が崩れて、 背中に大怪我を負って以後、宿美ガは残りの人生を身体障害者として過ごした。もともと宿美画と夫ヨアヒム二世の夫婦仲は信仰する宗派の違いや言葉の壁のためにうまくいっていなかったが、この事故を機に結婚生活は崩壊した。事故の後、ヨアヒム二世は愛称のあんな児童を事実上の妻として扱うようになった。ヤドビガは百七十三年に、 ノイルピームで死んだ。夫ヨアヒム2世との間に5人の子女を設けた。ありがとうございます。